こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。じゃあ、霊夢さんのエッチ。いきなりなんなの？一度は聞いたことあるセリフだろ。もしかして、ドラえもんの静香ちゃん？正解。静香ちゃんのお風呂シーンも一度くらいは見たことあるだろ。一度っていうか結構見るわね。どこでもドアの先は静香ちゃんちのお風呂に繋がってるんじゃないかと思うくらいに。毎回タイミングが良すぎるもんな。でもそうじゃないってことは、静香ちゃんは結構な頻度でお風呂に入ってるってことよね。どのくらいなのかしら。じゃあ今日は静香ちゃんのお風呂について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。静香ちゃんがお風呂に入る回数。では早速静香ちゃんのお風呂の秘密を説明していくぜ。静香ちゃんのお風呂シーンが多いのは、やはり静香ちゃんがお風呂好きだからのようだ。そりゃ好きじゃなければあんなに入らないわよね。静香ちゃんがどのくらいお風呂に入るかは、1998年に小学館から出た、最新ドラえもん秘密百科にある。それによるとお風呂の回数は最低でも1日3回とのこと。最低でもってことは3回以上あるってことよね。朝晩で入るって人もいるけど多すぎない？そんなに入っていたなんて驚きだわ。入浴時間については公表されていないが、1回30分から1時間くらいと推測されている。となると、1日に1時間30分から3時間はお風呂に入っているという計算になるな。時間が空いていればお風呂に入る感じかしら。お風呂で本を読んでいるわけでもなさそうだし、そんなに入れるのも逆にすごいかも。ちなみにあまりにも静香ちゃんの入浴シーンに遭遇する頻度が高いため、のび太に逆ギレされたこともある。君には呆れた、どうしてそういつもお風呂にばかり入っているの？とのび太に言われたんだぜ。お風呂に入りすぎだとは思うけど、本人の自由よね。どこでもドアが実現したら、水場周りには出れないようにするべきだわ。どこでもドアの実現なんていつになるやら。22世紀に期待しましょ。期待しすぎない程度にな。お風呂に入る理由は大衆説。静香ちゃんの本名は源静香。ドラえもんにおけるヒロイン的存在だな。へぇ、静香ちゃんって感じやったんだ。本名もひらがなだと思ってたよ。成績は優秀でお下げがトレードマーク。女の子らしく裁縫や料理も得意だぜ。アイドルのような存在よね。優しくて女の子らしくて優秀。そんな静香ちゃんは、あまりにも頻繁にお風呂に入っているからか、ただのお風呂好きではない。と言われている。お風呂好きじゃなかったら綺麗好きとか？それもあるがその逆、実は匂いのことを気にしているのではと噂されているんだ。匂い？つまり自分の体臭を気にしているってことだ。臭いことを気にしているってこと？一体どうして？あくまでも憶測だが、それが本当なら誰かから指摘されたか、自分自身で感じているということだ。女の子にそんなこと言うなんてひどいわ。なんとなく言われた一言がずっと心に残り、もしかしたら臭いかもと心配になってる可能性はあるな。意外と言った側は覚えてなかったりするのよね。だが、静香ちゃんはお風呂に入りすぎて臭くなったという説もあるんだ。どうしてお風呂に入ってるのに臭くなるのよ？人間の皮膚には常在菌というものがある。菌といっても悪いものではなくむしろ身体の機能を手助けしたりしてくれるものだ。しかし、身体を洗いすぎることで菌のバランスが崩れ、それが元で匂いを生む原因となってしまうらしい。洗いすぎも良くないんだ。肌だけでなく頭皮も同様に洗いすぎで臭くなるというのは医学的にも証明されているんだ。静香ちゃんが本当に体臭を気にしているのか、または実際に臭いのかは不明だが、静香ちゃんのようにお風呂好きで頻繁に入る人は気をつけた方がいいかもしれないな。そうね、私も気をつける。霊夢はちゃんと100数えてから出るんだぞ。100も入ってられないわよ。カラスの行水もどうかと思うぜ。体臭だけでなく口臭も臭い説。体臭問題が上がると、今度は口臭もひどいのではという噂が広まったようだな。デリカシーがないわね。これにもちゃんと理由があるんだぜ。実は作中では静香ちゃんが歯医者に行くシーンが多くあるんだ。静香ちゃんは小学5年生、原作では小学4年生の設定だから永久歯のはず。それなのに何度も歯医者に行くってことは虫歯ではないか。歯磨きが嫌いできちんと磨けてないから口も臭いのでは？と口臭についても噂されるようになったようだ。噂よね？ああ、明確な根拠があるわけではないから、単なる噂話の一つだな。よかった。静香ちゃんはドラえもんのヒロインだもの。歯医者さんもきっとお風呂と同じように、綺麗好きで定期的にメンテナンスに行っているのよ。口臭体臭きつくて虫歯だらけじゃヒロインのイメージ崩れるもんな。それに静香ちゃんに失礼よ。あんまり女の子のこと悪く言うものじゃないわよ、マリサ。いや、私の意見じゃなくて噂を紹介しただけなんだがな。まあ、いいや。次の話に行くぜ。イスラム圏で静香ちゃんはタブー。ドラえもんは1969年から連載が開始され、漫画だけではなくアニメなども現在まで親しまれている。それは日本だけに止まらず、海外にも広がっているんだぜ。ドラえもんを知ってる外国の方は多いものね。漫画は中国、香港、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、シンガポール、タイ、ラオス、カンボジア、インドネシア。これらのアジア諸国からキプロス、スペイン、フランス、ロシアまで、様々な国で連載されている。アメリカやカナダでは電子書籍で配信されているそうだ。へぇ、アジアの方が多いんだ。アニメは逆に放送されていない国の方が少ないな。
オーストラリア、カナダ、ポーランド、イギリス、パキスタンを除く国で放送されたそうだ。アニメすごい。日本の人気作が海外進出するのは嬉しいわね。そんなドラえもんだが実はイスラム圏では静香ちゃんの入浴シーンは水着を着用している。え？家でお風呂に入っているのに？実はイスラム圏では裸、男女の絡み、同性愛、赤ちゃんの入浴シーン、キスシーンがタブーなんだ。赤ちゃんの入浴シーンまで。キスシーンが入るものは R13 指定で、性的な要素が含まれるものに厳しいということだ。静香ちゃんの入浴シーンなんてもってのほかってことね。イスラム教徒として認められる条件として、プライベートを守る、目を伏せる、飾らない、性的なことに結びつけることをしない、という教えがあるように、身体や皮膚を知らない人に見せてはならないという考えのため、静香ちゃんの入浴シーンも違和感が少ないように水着着用となったようだ。こちら側からすれば違和感しかないけど、あちら側ではそれが当然のことなのね。あとドラえもんはアジア圏で人気があるが、欧米圏ではいまいちのようだ。それも文化の違いがあるからのようだ。確かにドラえもんは昭和の日本が舞台だもの。そのうち昔の作品がこんなのありえないって日本国内でも言われるようになるかもしれないわね。入浴シーン廃止論争。さて、静香ちゃんのお風呂についてここまで説明したわけだが、実は静香ちゃんの入浴シーンを廃止しろ、という声も結構あるんだ。そうなの？いつものび太が静香ちゃんの入浴シーンに遭遇するが、異性が入ってきて、出て行って、というやりとり自体、何が面白くてあるのか全く理解できない、と言われている。まあ、特に女の子ならそうよね。昔はこういうちょっとしたお色気シーンが多かったけど、結構規制でなくなっていったりしたもの。それに入浴シーンだけではなく、性的なものは親と一緒だと気まずいからやめてほしい、という声もある。ああ、わかる。家で映画とか見ててそういうシーンあると、めちゃくちゃ気まずいよね。他にもうっかりやいたずらで入浴シーンを放送するのは性加害を軽視する、といった厳しい声もある。昔はスカートめくりを真似して問題にもなったよね。やる側としてはからかってやろうとか軽い気持ちだけど、受ける側としては結構ショック大きいものね。ドラえもんも昔は入浴シーン以外にも静香ちゃんのパンチラとかあったんだ。え？そんなものまで？未だに入浴シーンは残っているがドラえもんにもしっかりと規制の影響はあるみたいだぜ。過去作や原作ではそのまま放送していたものがカットされたり修正されたりしているんだ。今でも十分対策されているんだね。そうすると静香ちゃんの入浴シーンもそのうちなくなるかも。一方許容派の意見もあるぜ。それよりジャイアンの暴力やものを返さない行為が問題。あれこれダメというのも問題では？子供に悪影響と思うのなら親が指導するべき。覗きは悪いことだと理解させるのには良い。といった意見があるぜ。なるほど。逆に教育のために利用するのね。性教育って難しいし、こういうところからスタートするのはいいかも。説明したり感想を聞いたりと、コミュニケーションにもなるからな。アニメをただ見るだけより勉強になりそうね。幼い頃は何も感じなかったシーンも、自分が親になって子供と見ると違和感があったりする。これも長寿アニメだからこそなのかもしれないぜ。結構現代に合わせて変えているアニメもあるけど、昭和の雰囲気も売りだったりするものね。作品のイメージを壊さないように新しくするって、なかなか難しいかもしれないわね。そのあたりを工夫するのも制作側の悩みかもしれないな。新しくなっているシーンや変更された部分を発見するのも、楽しみ方の一つになるかもしれないぜ。そういう考えもあるよね。いずれにせよ未だにアニメが制作されている点に感謝しないといけないわね。というわけで静香ちゃんのお風呂問題について紹介したぜ。見ていた時は何も感じなかったけど、いろいろ考えられているものなのね。あと、お風呂に入りすぎも良くないっていうのも驚きだったわ。良かれと思ってやっていることが実は悪かったなんてことは意外とたくさんあるのかもな。それが静香ちゃんの悩みのせいかもと思うと、ちょっと悲しくなるわね。何か悩み事があったらまず調べるのがいいかもな。簡単に解決する方法があるかもしれないしね。みんなは今回の解説はどうだったかな？意見や感想はコメントしてほしいぜ。よかったって人はチャンネル登録と高評価もよろしくね。これからもいろんな情報を紹介していくからぜひよろしくだぜ。それでは今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また。